フィルムカメラで撮影した写真を現像してきました。7月の15日から7月の31日までの半月の記録です。まず1軒目は居酒屋とクラフトビールのお店です。ここのクラフトビールの品揃えはすごく良くて、あと食べ物も美味しいのでよく行ってます。水餃子が美味しいんです。その次は友達とまた居酒屋に行って、その後クラフトビールのお店でソーシャルイベントがあったので、40〜50人来ていました。ここも僕の好きなお店です。いろんな人がいて楽しかったです。そしてまた次違う日ですね、7月の末、ここのガチョウ肉が美味しかったですね。このおじちゃんもいい味出してる。いいですね。東門にある東門市場というところで撮影しました。お昼から楽しんでる人がたくさんいてよかったです。また行ってみたいです。それでは。